皆さんこんにちは、東洋経済新報社米国会社指揮法編集長の中山和樹と申します。B 会場を選んでいただきありがとうございます。オンラインの方々もよろしくお願いいたします。皆様の貴重なお時間いただきまして、米国会社指揮法を活用した有望株の、探し方をお話ししたいと思います。本日の流れとしましては3つですね。まず米国会社指揮法、お手元にあるかと思いますけれども、何か分かるのか、説明した後に、すぐに実践できる有望株の、探し方をお話しします。で、最後に先取り最新号の注目テーマ&銘柄ということで、米国会社指揮法は4月に新しいものが発売されるんですけれども、そちらを先取りする形で、お話ししたいと思います。簡単に自己紹介です。改めまして中山和樹と申します。2015年に東洋経済新報社入りまして、食品メーカーや小売業界の担当をした後に、会社指揮法業界地図2018年版の編集長や週刊東洋経済、それから日本株の会社指揮法の編集部などを経まして、ただいまウェブ版ですね、会社指揮法オンラインの編集部と在新東洋経済スタジオということで中国関連の仕事もしております。趣味はこちらのツイッターでして、ニュースや株の話、食べ物のことなどつぶやいております。早速米国会社指揮法を読んで何が分かるのかということで、どんな雑誌かご説明します。アップルなどの大型株からモデルナのような新興株に至るまで、マネックス証券はじめ日本で買うことのできる米国株732銘柄および米国の ETF150 本を載せております。1936年に創刊した日本株の会社指揮法のスタイルで掲載しておりまして、ビギナー投資家の方々からベテランの皆様までご活用いただいております。毎年4月と10月に発売しておりまして、お手元の2022年秋冬号は10月に発売したものでございます。紙面の5つのポイントについて、実際にアップルの画面を用いてご説明したいと思いますので、お手元に米国会社指揮法をお持ちの方は164ページ開いていただければと思います。1つ目はその銘柄のプロフィールがすぐに分かります。企業概況という欄が上の方にございまして、その会社がどのようなビジネスモデルで稼いでいるのか、どんな歴史をたどってきたのか、今どのような事業に注力しているのかといった銘柄特性が分かります。ここで突然ですが皆様にクイズです。次の3つの銘柄のうち、子会社が日本でも上場している銘柄はどれでしょうか。1番ドーバー、2番グレインジャー、3番ロックウェルオートメーション。ありがとうございます。早いですね。お時間の都合でシンキングタイム非常に短いんですけれども、正解は、ご名答、グレインジャーでございます。お手元の、230ページ、開いていただきますと、企業概況、赤く、囲っておりますけれども、そちらに、日本では子会社のモノタロウが、通販サイトを運営と、書いてございます。工具など資材販売の EC ですね、親子上場しているということでございます。またこの赤枠の最後にですね、51年連続増配と書いておりますけれども、50年以上連続で配当を増やしているということで、日本の連続増配銘柄花王がトップで30年ほどでございますけれども、アメリカ株の場合は50年以上の銘柄もゴロゴロいるということですね。はい、紙面の紹介戻りまして、2つ目、業績のトレンドが、すぐに分かります。アップルやテスラのような、特に注目度の高い100社につきましては、業績概況という欄を設けておりまして、直近の業績の実績、それから今期の見通しについて簡潔に解説をしております。3つ目、業績データと、予想も分かります。下の方にですね、業績の欄がございまして、売上高、利益、配当などですね、直近の実績の推移、それからアナリストのコンセンサス予想が、載っております。こちらもアップルやテスラのような注目企業100社につきましては、実績が5期分、5年分、予想が3期分、3年分載せておりまして、また売上高と利益のグラフも、ございますので、業績トレンドが一目瞭然となっております。4つ目、株価チャート指標も載せておりまして、
こちらご覧いただけますように、株価チャート、それから株価指標として PR、PBR、配当利回り等を載せています。またアップルなどの注目企業につきましては、直近の3ヶ月間の高値と安値のデータも載せております。5つ目、相場テーマとブランドも分かります。まずテーマですね、その銘柄の投資のきっかけになるような市場テーマ載せておりまして、例えばアップルの場合は EV ですとか、まあ、5G などを書いております。お隣のブランド、こちらの欄にはアップルですと iPhone のような主要製品サービスの名前を書いておりまして、米国会社指揮法では索引のコーナー充実しているんですけれども、ブランド索引もありまして、例えば iPhone で調べていただくと Apple のページに飛ぶこともできます。それではメインのパートということで、すぐに実践できる有望株の探し方をお話ししたいと思います。いくつかあるんですけれども、一つ目は特にビギナーの方々におすすめの方法でして、お手元に2022年秋冬号ある方は6ページ見ていただきますと、関東に定番銘柄コーナーというものが下の方にございまして、迷ったら定番銘柄からチェックということで、ナイキですとかコストコ、ウォルトディズニーといった米国株代表的な銘柄を載せております。銘柄名の隣にページ数も書いておりますので、気になる銘柄ありましたらそのページに飛んでいただくというのがおすすめです。2つ目、関東特集のランキングから探すということで、こちらも秋冬号の22ページ、関東の方にランキングがございまして、画面に映しているのは米国の高配当株トップ100の紹介資料でございます。個別銘柄の売買勧誘推奨するものではないんですけれども、このようにランキングをですね、利回りだけでなく増収率、増益率、連続増配年数などなど載せておりますので、ランキング上位の銘柄のうち気になるものがありましたら、こちらもページ数が書いてありますので、そのページに飛んでいただくというのがおすすめです。3つ目、もともと気になる銘柄があるよという方は索引のページから飛んでいただきたいです。秋冬号ですと28ページから90ページまでドカンと索引が乗っかっておりまして、例えばティッカーコード、アップルでしたら AAPL という形で調べていただいたりですとか、社名、銘柄名につきましては日本語そして英語でも探すことができます。そして先ほど申し上げたブランド索引もありますので、 iPhone ですとか Amazon プライムといったブランド名、サービス名で探すこともできます。4つ目、ここからもう少し具体的な有望株の探し方です。ライバルと比較するということで、今画面に出しているのはアメリカン航空、アメリカンエアラインズですね。112ページです。赤い枠2つありますけれども、まず上の方の枠ですね、ライバル企業という欄がございまして、そこにデルタ航空ですとかユナイテッドエアラインなどのライバル企業の名前を載せております。そういった同業種のライバル企業と業績、財務、株主還元の姿勢などを比べていただいて、どれに投資をするかと判断いただくのが良いかと思います。また下の方に赤い枠もう1つありまして、同業種内順位ということで、時価総額ではアメリカン航空は4位、売上高では2位と書いてあります。これはその隣に旅客輸送サービスとありますけれども、この業種分類の中でのアメリカン航空の順位ですね。そして時価総額の1位につきましては、その下にありまして、同業種内時価総額1位、サウスウェスト航空だということが分かります。それでは売上高の2位がアメリカン航空で1位はどこなのかと言いますと、米国会社指揮法の場合はですね、業種ごとに売上高の規模が大きい順に並べております。ということでアメリカン航空が売上高2位ということは、左のページ見ていただくと、デルタ航空、売上高1位はデルタ航空だということが分かります。もちろん売上高の順位は目まぐるしく変動しますので、雑誌によって順番は変わっております。もう一つ、日本の同業と比較することもおすすめです。赤い枠に同業種の日本企業と書いておりまして、アメリカン航空の場合言わずもがなですけれども、 ANA や日本航空 JAL を同業種の日本企業として載せております。米国株のセミナーなんですけれども、場合によってはですね、タイミングなどによっては今はアメリカン航空ではなく ANA の穴を買っておいた方が良いかもしれないというケースもあると思いますので、ぜひ日本企業も見比べていただけたらと思います。
それからですね、アメリカン航空分かりやすいですけれども、中には産業廃棄物処理の会社ですとか、紙面を見ているだけでイメージがしづらい会社もあるかもしれません。そのような場合もですね、この同業種の日本企業見ていただきまして、その会社の IR ページですとか、会社式法オンライン のページを見ていただくと、さらに理解が深まるかと思います。6つ目はですね、最初からパラパラ読んでみるということで、日本株の会社式法でもですね、4000社近くあるものを最初から読んでいるよと通読しているという方 のツイートなどを拝見しておりますけれども、米国会社式法の場合は732銘柄と ETF150 本ということで、少しハードルは下がるかなと思います。とはいえ、それでもですね、やはり732銘柄、私自身も大変だなと思いますので、その場合はですね、米国会社式法の前半部分にですね、アップルやテスラなど注目企業の100社は前半の方に載せておりますので、その100社だけまずはパラパラ見ていただくというのがおすすめです。やっぱり紙の雑誌の魅力と申しましょうか、パラパラめくっているとですね、もともと興味のなかった銘柄や業種の中でこれはという出会いがあったりもしますので、時間の許す限り挑戦いただければと思います。パラパラ続きで7番はパラパラ漫画のように読むということで、やっぱり全ページ見る上で大変だと思うんですけれども、一部読む場所を絞ってパラパラと読んでいくと効率的かなと思います。赤い枠2つありまして、上の方は株価チャートをですね、例えばチャートが右肩上がり上昇基調のものだけパラパラっと読んでいただいて、付箋を貼るなり右端をページの端を折るなりしていただいて、2週目でその付箋をつけた銘柄だけじっくり読むというやり方はとても効率的かなと思います。またチャートの下ですね、赤い枠一株益予想の前後比というコーナーをこちらの2022年秋冬号から初めて載せておりまして、こちらは一株利益希薄化後の一株利益ですけれども、前後比半年前の2022年春夏号と比べて利益の予想が大きくなったのか小さくなったのかということを矢印で示しています。なのでこちらもパラパラ漫画のように見ていただいて、矢印上向きのところだけ例えば付箋貼っていただいて2週目で読むという方法もおすすめです。1から7は雑誌の米国会社式法を使った有望株の探し方でして、8として会社式法オンラインで探すという手法です。式法オンライン、ただいま日本株を中心に情報発信しているわけですけれども、4月13日の木曜日から米国株のサービスを本格的に始める予定でございます。こちらの画面は開発のイメージなんですけれども、銘柄名ティッカーで検索できるのはもちろんのこと、大株主の名前ですとかブランドなどでも検索することができます。また業種、時価総額、売上高等で並べ替えもできますし、また ADR、アリババや TSMC のような米国外の上場企業もクリック一つで絞り込むことができます。ということで4月13日以降はですね、雑誌とオンラインの二刀流でさらに効率的に有望株探せるようになります。最後の3つ目のパートですね、先取り最新号の注目テーマ&銘柄ということで、本来であればですね、来月発売の最新号の紙面をお見せしたいところなんですけれども、ただいままさに編集の最終段階でございまして、この後お見せする画像は2022年秋冬号の皆さんのお手元にある雑誌の紙面となります。テーマ3つ挙げております。1つ目が連続増配、2つ目がペット、3つ目が値上げです。まず連続増配、何年も続けて配当を増やしている会社ということですね。波乱相場のオアシスと書きましたが、ただいまのように、相場の先行き見通しづらい時はですね、なかなか株式の売買益でキャピタルゲインで稼ぎづらいという方も多いかと思います。そんな時に投資家の皆様のお金と心の支えになるのが配当金収入なのかなと思っております。中でも連続増配できる会社はですね、業績や財務キャッシュフローの裏付けがあるという場合が多いですので、特にこの連続増配というテーマに注目しております。
2つ目ペットですね、ワンちゃん猫ちゃんの、ペットですね。先進国は日本をはじめ人口どんどん、減っていきますと、アメリカはまだ移民に支えられて増えているわけですけれども、そんな中ペットにつきましては平均寿命が伸びていたりですとか、またペットフードだけでなく、医薬品、ワクチン、ビタミン剤などですね、さまざまな商品サービスが登場しておりますし、またその単価が上がっていると、高付加価値化が進んでいるということで、ペットビジネスうまい具合にやっている会社については非常に注目しております。3つ目は値上げですね。物流費ですとか原材料費、さまざまなコストが上がっている中でですね、自社の商品サービスしっかり値上げをして、それが店頭価格など市場にしっかり浸透し、お客さん顧客が離れず買ってくれると、そんな会社はいい業績残せていますし、また今期の業績見通しも明るいということで、やはり値上げうまくいっている会社には注目しております。インフレに負けないと書きましたけれども、こちらの2022年秋冬号もタイトルをインフレに負けない最新お宝米国株としまして、実際にその後の決算発表を見ましても、インフレに負けない勝っている会社が中には載っているということでございます。はい、具体的な銘柄最後に見ていきたいと思います。一つ目のテーマの連続増配につきましては、こちらも関東のランキング24ページ開いていただきますと、連続増配年数トップ50というページがございます。こちらにですね、トップはまあ66年と非常に長い間増配している会社ありますけれども、気になる会社がありましたら飛んでいただきたいということで、その中でもですね、一つまたグレインジャーかと思うかもしれませんけれども、やはりまあ51年連続増配というところと、業績も比較的安定している、財務もそれなりにしっかりしているということで注目をしております。ただですね、赤く囲った配当利回りはまあ 1% 台ということで、グレインジャーだけ持っていても物足りないなという方も多いかと思いますので、もう一つ連続増配関連でコルゲートパルモリーブ、ページ数は330ページですね、後ろの方でございます。赤い枠2つあるうちの下の方見ていただいて、ブランドにコルゲート歯磨き粉の有名な日用品メーカーですね、でそのブランドの隣にはペット連続増配という形で市場テーマ載せております。その上赤い枠企業概況を見ていただきますと、ペットフードが第二の柱ということで、日本日用品とペットで稼いでいるということですね。そして原材料価格急騰や物流費上昇などには値上げで対抗と半年ほど前には書いていたわけなんですけれども、その後の決算資料を改めて見ますと、実際にまた値上げで対抗できていると、業績伸ばせているということでして、2023年春夏号の紙面も楽しみにしていただければと思います。また60年近く連続増配をしている会社でもありますので、テーマとして連続増配とペットと値上げの3つが揃った会社ということで注目をしております。もう一つゾエティス、こちらもペット関連の銘柄ですね。赤い枠の上の方、企業概況プロフィール見ていただきますと、ファイザーから独立した会社です。ファイザー、コロナワクチンと、治療薬で、一気に業績が拡大したファイザーですけれども、そんな会社から独立した、世界トップ級の動物用医薬品メーカーですね。こちらはですね、下の赤い枠に主な日本法人としてゾエティスジャパンがありますので、ペット飼われている方などは馴染みがあるかもしれません。ゾエティスまだ規模はそこまで大きくない会社ですけれども、売上利益ともに順調に伸びておりますし、また利回りまだ低いですが、実は配当も連続で増やしているということで、連続増配ペットの関連銘柄として注目をしております。最後の注目銘柄としてチポトレメキシカングリル、こちら283ページですね、企業概況を見ていただくと、タコスやブリトーなどのメキシコ料理チェーン、そして値上げも業績に寄与と最後に書いておりますけれども、下の業績欄を見ていただくと、実際に2020年12月期コロナショックがあった年もなんとか増収を確保し、その次の年にはコロナ前の売上高利益を上回ったということで、実際に値上げが浸透している会社ということで、配当は出していないですけれども注目をしております。
ということで、改めまして会社式法オンラインの米国株サービスは4月13日木曜日開始予定、そして米国会社式法の2023年春夏号は4月17日月曜日発売を予定しております。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。